なないいっってぐらいめっちゃがんねいやなんかすごいやったんだけどなんかめっちゃ歌えて、はあ今日が本番だったらよかったのになって思って本番はうまくいくかわからないけど今日めっちゃ調子よかったんですよ。特典会情報出たね個別じゃなかった。 私個別かなって勝手に思ってたんだけど。悲しい。いや、いいんだけどさ。なんか二人きりってよくない。本当一周年の時楽しかったんですよね。なんか早いし、さあ。早く感じるしさ、もう流れすぎてさ、もう。 しゃべれないのよ <laughs> えーっとリムルしおちゃんこバタンクマちゃんジャムキティしんじいのうえよしひろ TKCB ユチュヤスみタちゃんお卵かけご飯最近食べたよみや <laughs> お店で TKC! 500回目の訪問ありがとうこれからもいっぱい遊びに来てねラブー TKG 食べたようどん屋さんで甘いトマトしらすスタバちゃん今夜も買いすぎるありがとうシレイリサちゃん 3D やろうてんもうダメだパパパちゃんてんさんが400回目の訪問ありがとうこれからもいっぱい遊びに来てねラブー 北ィジ美術、ティティ、ヤッホー。ルビンちゃん、ルドルフ、テツヤブリケンタ。えー、オマベ、ちゃん、クンタッピ、ダタタ、アッキー、アッキー、ノリピ、スティーブ・ルンル、山夏、チビパパちゃん、クマ、クースケ、ゼロ。ヤッホー。私も勝手に、ねえ。そう、私も特典会情報知らなくてさ、ツイッター見て、あ,あ、 違うんだって思ってて思なんかさ人数もえ分かんないけど、まあ、キャパ広いからさ勝手に期待してたんだよねそうえそう時間絶対やばいよねえそうなのそうなのよマジでそうまあ仕方ない こんばんすっぴんかわいいこんばんは,いいんばんはありがとう <laughs> そう前髪も何もしてないほんとにすっぴんすぎてやばいもうなんかすっぴんをさらすこともう昔から別にないけどさなんか抵抗なさすぎてやばい最近 <laughs> ねえ誕生祭,祭までねそれか2周年かなって思うけどねなんでこんなにないんだろうなんでこんなにねあの個別じゃないんだろう悲しいまあ悲しくないけどそうちょっと期待してたから悲しいです私は。 やばい口の色なすすぎてさ本当にやばい口だけ塗ろうま <laughs> 結構濃いやつ塗っちゃったまあいっかこれ好きなんだよね久々に塗った可愛くない 事前部何時からだったのお昼の時間邪魔されてまだちゃんと見てなくてさそうミストスレイカズヒロヤッホーそう一番乗りだったよカズヒロちゃん結婚して結婚しようねありがとうチュウスケスケミエスカタンさっきのインスタトークをお天気キャスターえそう言われたあの日ねめっちゃアナウンサーみたいとかめっちゃわれたよお天気お姉さんみたいとか <laughs> タジャマ買い買った上野で一蘭行こうとしたら駅の水まりがぶっええー、そんなことあるんだうわ一蘭食べたい一覧マジで美味しいよねええなきやほあっまゆたんやすかたんアカウント作り直したのかな嬉しい来てくれてありがとうエマルンピとエンマル今日若いねありがとう ザバちゃんめっちゃかわいいありがとう嬉しいちょ今日スタバ飲むか迷ってやめた <laughs> なんか最近飲むか迷ってやめてしかないいつ飲めるかななんか一ち調べたらさなんかまなくなり次第終了やけどなんかまだ2ヶ月1ヶ月ぐらいあるからそう急がなくていいやと思ってやめちゃった <laughs> スピンもかわいいスピースタイル好きえっ、ー 本当に嬉しいやばい眉眉毛もさ何もしてないからさ <laughs> やばいほんほんほんえー、青森ちゃんすっぴんでも綺麗えー、本当優しい嬉しいな ええー、浜区に安いパパやほ元々カイヤもともと開花し、見るの気になりません。本当、なんか大阪、嘘。なんでカキこんばんは。バスケだ、スラムダンク。私はさっきブルーロック見てた。いや、もう見たんだけど。もう一回見たくて。やばい、押し、押し目決まったわ。押し面決まりました。ブルドックの。ずっと迷ってたけど。 ハマクニちゃん、あと100個。ありがとう嬉しい。今日 TikTok いいねした気がする。したよね見た。嬉しい。真木美弥が現れたのやつ怖いかった。ありがとうチュイブニン。ひろゆきくん。あ、だよイブニン。<laughs> 事前物販でペンが確実に取れるようにと思って朝100出るルさん。段ったら全然いらんかった。 んペンラトそう、ちょっと、特典会情報まだちゃんと見てないんだけど。ペンライト、売ってたね。それはちゃんと見た。ひろゆきくん、こんばんは。あ鍋なべなべ、400回目の訪問。ありがとう。会館もいっぱい遊びに来てね。ラブ。なべなべ。もう覚えてるからね、みや。なべなべ、かわいい。ありがとう。ちゅッ。みやしくかたん。ういちゃん、みやしくたん。 ういちゃん見たよツイッター本気のビアちゃんに会いたいけどって嬉しい <laughs> また予定会場会いに来てね <laughs> その勝美いか本当に来てくださいテロップに帰っとこう。 <laughs> よし <laughs> かわいいありがとうやったん嬉しいこんな顔だけど優しいねゆめちゃんくじくじピうしおだはせちゃんいつもなくてゆめちゃんゆきるるるるねえファイナル楽しみみみやのサイルームはピンクと水色です振ってね 絶対に絶対にとか言って振ってくれたら嬉しいピンク水色そうどこにも書いてるあそうだそうなんか最近よくペラとかは分かんない何何なのって聞かれるからツイッターのプロフィールに書いたんです実はねちょっと変わってました気づいてましたかレッツシャイヤホンスタバナイチェック臭うまい 当分欲してなかっったえ嘘私めっちゃ好きもうね23回飲んだよ <laughs> 嘘いやむしろさあのホワイトボカとか追加したぐらいでも分かるめっちゃ甘いなんかさ酸っぱい系のいちごじゃなくてマジスイーツ系のいちごだよね分かるあユラ浦シュ結婚してうんごめんなさい <laughs> あと何個だろう10個ありがとう <laughs> ごめんね断っとく <laughs> みみーみたいごめんなさいねえこの前 TikTok でさなんかウィウィウィミみたいなわかるすごくかわいい優しい優しい今日ロゼじゃないけど またこれ着てるメリーニャさんとダズリンさんのコラボのやつふーんやばいアクエルあのなんだっけ <laughs> 眠たいウィーえっとなんだっけあのー、違う違うウィーじゃないともこれともこれともこれわかるともこれともこれともこれでさ トモコレのさななんか再現みたいな回ってくんのめっちゃおもろい伝わるかなやったことある人なら伝わると思うけど「ごめんなさい」みたいなそう友達これ福さだった気がするあれ「ともこれって名前だよね ミラッシュありがとうチュ <laughs> 今日もめっちゃ可愛いよありがとうス <laughs> っピンに注ぐ球婚。ね結婚したら見れるもんねスっピンなんて毎日ひまわりみやすけパンライブ8時終わり特典会俺の21え十18時 ?3 時間ってことスっピンのミヤたんも好き。 本当誰がおしめん？えどういうこと何の話あブルーロックなぎなぎくんですなぎなぎなぎくんがいっちゃん好きなぎしか勝たんちょっとミハルと同担で怖いからちょっとあんま言わないでおくね <laughs> 内緒でよろしく美晴の美晴と同担なのちょっとだからあの秘密にしといて <laughs> ダニーさんこんばんは a ンキューマイネームイズミアナキリ。ナイストゥミチュー。Nice、いや、ちぎりも好きなの。いとしりんも好きなの。いとしりんさんとなぎくんで迷,迷ったっていうか、二人とも好きじゃなかったけど。今、見返してて。ブルーロック見返してて。 わやっぱ凪しか勝たんってなっちゃった <laughs> 資格試験と重なってファイナルいけなそうなのあら仕方ないまた来てねえカズヒラちゃんハートありがとうちゅっ今日もお疲れ様五十嵐って何だっけ何だっけ誰だっけ五十嵐いや知ってんだけどさ 誰だっけ五十嵐やばい思い出せない五十嵐って誰絶対顔見たら分かるけど誰だっけで私あの人めっちゃ好きなのおしゃおしゃ俺に何か用かお前おしゃおしゃすぎるだろうみたいなめっちゃおもろい推しではないけど好きひまわりこんばんはイガグリ イガグリって読むのこれえイガグリあ,ーあのおぼおぼさんおぼさんなんか寺寺みたいな人そうブルロックめっちゃハマってるのやばいめっちゃ今今めっちゃ一番来てるかもで私早くあれを見たいの山田くんとレベル999の恋をするえめっちゃ好きあの漫画見ててめっちゃ好きでアニメまだ見れてないからさ 早く見たいんだよねそれ見たらもう山田しか勝たんになりそう <laughs> なんだっけこれ潰すなら <laughs> 一番強いやつっしょバチラバチラもいいよねやっぱ投げしか勝たんスパークこんばんはペンラなんて売り切れんだってイブニン自然物販あ14時あそうなんだえじゃあお昼食べれるんじゃない 会える日がだんだん近づいてきてるうれしすぎる髪型どうしようか迷ってるえっ、ー、髪なんだろう私が決めていいなら羊ヘアかハーフチェーンがいいな <laughs> あ1時から2時半なんだ連絡、えー、ありがとう大阪は爆速でペンラ売り切れたでもなんか結構多めに用意してそうだよねどうなんだろう ピロヨシオちゃん。そう、リハお疲れ。ありがとう。シアレさん、大阪来てたから。おえ、シアレ行ってましたよね。ストーリー見た、サウチさんの。かわいい、サウチさん。ミスラル、ミスカパン。土ギパパシさん、大熊、シャドウワンリキこれ知ってるよ、シャドウワンリキって。この、あれでしょ鋼色の、こんなやつでしょエスタマちゃん、レインボースター10個。 ありがとう。ちゅありがとう。ありがとう。ハマクニちゃんリンボスター4個ありがとう。ちゅホワイトモカ大好きおじさんえー、そうなのそうなんかわかんないけどなんか入れたくてホワイトモカ入れちゃったあともう一個はチョコレートソースチョコチップとかを追加した美味しかったいちごチョコって感じで ロポンベアタンヤッホーそう髪めっちゃ伸びたケンタ食べな愛せんもんよちヤッホーて名前知ってる仙台哲太恵美くんミクヤホーでもきてぃお疲れありがとう今日ほんと調子よかったんだよもう今日の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 ミアを見てほしいわ本当に今日調子よくてもう歌もめっちゃ歌えたし ダンスもバキバキよ <laughs>。今日なんか疲れなか疲れなかった。ん？疲れなかったなっていうの。いつもさ、まあなんか割とリハめっちゃ疲れんのよ。あのもう終盤になると、は,ぁは,ぁはぁってなるんだけど、今日本当にもうずっと三百パーぐらいでやってたのに全部の曲。えなんか全なんか。 そう使えなかったきょでもその一通り終わった後とはもうはっ,はっ,ってなったけど <laughs> えー、結局うなぎ熱に8割取った拒否そう熱8割同担拒否だからダメだよみんな美晴と一緒に映画映画見たーい も売りピユリしか勝たん。なぎあのタッチできて身長。いやわかる。ってか可愛すぎてさ、なんかもう。なんかね。育てたい。トシピン、ヤっホー。まさきちろう、ヤッホー。下の名前で呼んだら怒られるやつ。いつもおしいタイプ。そう。<laughs> はやれんさん、ヤっホー。そう、山田くん。そう、漫画見てて。アニメ見たい。早く。 フチェックエキストラえーうん私ギジレンチェックシャツ好きグッズ何も持ってないから今からタオル掲げるの楽しみあタオル売るって書いてたタオル売るって書いてた全然ちゃんと見るってなくてさ羊ヘアかわいいよねハーフチンカどっちかでえーうれしい私は あのしないと思うんだけど髪型はそうその羊ヘアハーフスインはしないと思うんだけど私の好きな髪型なので願望ですこれはただの <laughs> 願望嬉しい前髪グッピーこんばんは忘れてないよ今日のそう喉そう喉治った割と 今日の見えたん見たいから今度スタッフとして雇ってください <laughs>、うん、そう今日ほんと調子良かったよで赤井ちゃんも調子いいって言ってたの一緒一緒だった投げちぎりさえの写真いいな女子しかいなくて、うん、新宿の丸い面何丸い面ってなんかあるの私も行こうかな <laughs> やばい薬飲んでないよね えっ <laughs> 何の話してる時にこのコメント来たえっあ元気って飲んでないよ <laughs> だんだんみやさんに柴ちさんあそうそう会かりちゃんあそうそう会も今日なんか今日めっちゃ元気みたいな言ってた今日めっちゃ調子いいんだけどって言ってねえマジで笑ったねえ 星,星投げてる人がさ1あの1位のその下あの壇上切り入ってない14位の名前が何せ死ぬってクサ止まってみたらなお途中でマジでクサ <laughs> ちょ<っ> <laughs> ごめんこんなことで笑って<笑>イサギリン欲しいバチラ取り返すでお前が行くんかいってなったね 面白いよね私もね今見返しててちょうど今サードステージ始まったとこ見てんの書いてたえー、タオルって何のタオル前と一緒えー、見てない出てた前と一緒のやつかなゆりておいしみんおっスターティー中に着るのいいね楽しみにしてる嬉しい マラソンも調子いい時は苦しくなくて永遠に走ってえっ、ー、すごい私本当に体力ないからさもうマラソンとかも本当無理なのもうもうはあはあってなるすぐマラソンかやだなマラソンクンタくんたっぴーあと100個ありがとうくんたっぴーくんくんくんたっぴー ありがとうちゅっ何の歌ってね「くんくんくんたっぴ、うん」体力ついたんたくましく体力ついたのかななんちゃ使ってるのかなファンレベル10。 なぎ、なぎくんが10になった。<laughs> 名前タオルと、あ、あ、そっか、え、あ、そっか、あ、ツアーのタオル、ツアーのタオルか。んってツアーのタオルのことを忘れてた。スライドパーカーのイメージ好きすぎて何着ればい,い <laughs> ひまわりパーカーとか探すのどう絶対あると思うよ。レオスか勝たん。<laughs> 待って、おもろすぎ。ね、本当に。 ぎくん保護したいかわいすぎる駅伝駅伝ねしてないですねちょっとそれはっそっかツアーのさあのタオルのこと忘れてさ今タオルって言われてタオル売るって言われてさあの1周年のタオル1周年のタオル思い出したやばいツアーのタオルのことめっちゃ忘れてたよでも私もちゃんと持ってるんですよ あのあるはず今おいしょあるかなあった痛いこれだ「せいしゅ開けてないっていうねこういうの本当に開けれないんです私 本当に開けれない。なんでこんなに開けれないんだろう。なんか、なんか、なんかもったい、もったいないっていうか。え、なんか開けたくないって思っちゃうんですよね。これらもありますよ。あ、ちょうどナケリーがいた。ね、これめっちゃいいよね。私めっちゃ好きだよ。なんか、いいサイズ感じゃない めちゃ,くちゃ空いてる <laughs> こんなまじまじと初めて見たこの自分の顔クラファンナギリさん <laughs> ねえ本当にこういうグッズ系さ開けれないんだよなんか本当に不思議自分がついてるなんて。 えめっちゃ口開いてるこんな口開いてたのなんかすごい <laughs> 2つ買って1つ保存用あねそれがっちゃいいよねじわる制服っていいよね私制服ってめっちゃ好き大阪買えなかったそう大阪ありがたいことにそう売り切れたらしくて ありがたいですねねこれはさもうご当地限定って感じだからさ再販とかもねなさそうだもんね水色とピンクえピンク入ってたっけああ,あ,あそういうことかあの個別の方ね確かにミヤカラーじゃん指針かな黄色パーカ確かに黄色パーカー確かに みはるんが何でも2つ買うって言ってた保存用と乾燥用ってことみはるんさすがはやはとありがとうはやありがとうラブありがとう <laughs> !10 万何の話アントンミスカタン酒ないよねエイティミスカタン ゆうちゃん髪の毛伸ばしてやりたい髪型えー、なんだろうな特にないけどめっちゃ伸ばして太いコテで全部外巻きにしてあの女神ヘアみたいな余んもり余んもりを超ロングでやってみたいぐらいかな特にないかも何ができるんだろう髪型長かったらそう太いコテで そう全部外巻きの,あの韓国ヘアみたいなあの余震盛りがしたい余震盛りかわいいよねなんか今の長さでもできんだけどスーパーロングでしたいのね個別タオルピンクかわいいよねガチ名刺入れから名刺出す仕事しなきゃ。 名刺出す仕事,出す仕事やばいお腹空すいたていうかさ浴衣でサマーセッションってことはさ東京サマーセッションするのかな分かんないけどえ私もうあのー、できる自信ないよ <laughs> どんだけやってないと思ってるもう1年ぐらいやってないんじゃないやばいやばい よしんもりよしんもりえどうやって言うのえ前髪はね伸ばさないかな伸ばしてみたいって思,思うんだけどやっぱある方が好きだからななんやかんやたまになくすのはいいと思うけど常にないのはちょっと不安になっちゃう多分一生鏡見ちゃう。 <laughs> そう目かゆいヨシンモリヨシンモリわかんないヨシンモリだと思ってたそう見たいそう浴衣の髪型何が一番好きですか王道にやっぱアップ てかまとめののがい一番いいいかかなななよねどんん髪型でもなんかさ普通におさげでもかわいいしさあえてのストレートもかわいいしさポニーテールでもかっこいい系のかわいいていうか美しいってなるしさ普通に団子もかわいいしさむくまでもかわいいしさ下ツイン団子でもかわいいしさ普通に王道のさもう後ろで1個もかわいいしさ。 片手でも何が一番かわいいんだろう結局難しい気になるサイドポニーああかっこいい系のあれねたかちゃんヤっホーねえ去年しゃといたのねえかる嬉しかったな <laughs> すっぴんそのまんま嬉しいそんなことないけど嬉しい優しい そんんななこと言っててくれるなんてヤミちゃんみやこしか勝たんでこ出しにやってたんほんと浴衣好きなのにさすがに厳しいおいでよーお団子くまちゃんサイドポニーねえ浴衣最強ねえ夏最高暑いの嫌いやけどさもう早く真夏になってほしい いや嫌だけどね何で夏好きなんだろう私「みやなら何でも可愛いよ」とみんなに言う「あ。夏」「髪飾り」ね髪飾り大事だよね浴衣。 ハロー見えたん。プリチすぎてすっぴんに見えん。ほんと、レト君。やった。リップだけ塗ったよ。あとカラコン。でもやばい。髪の毛も、眉毛もなくて。やばい。優しいみんな。プラスはサト君、つくしい、やッホー。花火より濃い何したあ、花火より濃いはあれか。普通にあれだ。後ろ、後ろだけど、 あれだよね後ろだけどちょっと右なんか後ろ,だ後ろなんだけどちょっと右みたいな髪型だった気がするかわいいよねあれ佐々木舞香さんの写真見せた <laughs> 夏祭り恋したうの <laughs> 夏は全てが開放的になる季節 すべてが開放的ねいや夏の夜とか好きなんですよね私日中はもう暑くて暑くて仕方ないけど穴雪のエルサの穴雪ねえみんな穴雪っていうのでもさ割とみんな穴雪って言わないエルサのエルサどっちだってエルサあお姉ちゃんか三つ編みしてない時の髪型えっと三つ編みしてない時の髪型 三つ編みしてない時の髪型。待って、エルさん、三つ編みしてない時なんてあるっけ。<laughs> 調べよう、後で、三つ編みになるから、ちょっと後で調べる。ええー、何、どんな髪型だろう。エルさんさ、もう、あの、これしか思い浮かばない。ここでさ。やってるやつしか。今日の十三時五十九、あ。みんな、そう、山中湖申し込んだよ、とかお、いっぱい。嬉しい、教えてくれて。 ありがとう、ね、今年さ嬉しいことに 2days なんですよ嬉しすぎる本当に嬉しいもう山中湖最高もめっちゃ暑かった思い出しかないけどマジ暑かった <laughs> <laughs> こんなやつだよねこれは適当ですけど山中子楽しみだな山中子ねーやばい去年と同じこと言ってるいやね去年もね山中子でね山中子さんとか言ってたの本当にバカバカみたい山中子さんって何やばいなんかちょっと出そうと思ったら なんかやばい出しすぎたそう「山中子さんの別荘」とか言ってたの何言ってんだろうね本当に <laughs> アホじゃない山中子は「山中子さんの別荘です」とか言ってたのかんざしいいねえ今日「鬼滅の日」私本当アニメリアタイできないわ なんかもう何曜日とかわかんない今日が何曜日かもわかんない今日日曜日だでもえいずちゃこびのひきキ,キツネのゴンイカイケシけピバぴョマミまドどえどこの神ちゃんやっほうきつのゴン花束たばありがとうチュありがとう <laughs> えみやちゃん本当に痩せてないの助けてむしろあの増加増加 <laughs> そんな変わってないけどそうどっちかというと増加 だわやばいの助けてみやちゃんみやちゃんでも今日から頑張ろうって思ってさだから今めっちゃお腹かすいたのでも今日スタッフさんが差し入れでドーナツくださってめっちゃ美味しかったでもねあのー、なんだっけあのー、なんかえっとおからおからドーナツみたいな感じでカロリーが低いドーナツだったの 優しいよね。気を使ってくださっている。神の引き可愛い。ありがとう。ファイナルめっちゃ楽しみだねリプしてくれてたけどリプだっけリプだよね。めっちゃ楽しみ楽しみだねファイナル嬉しい。あ腹のドーナツだっけなんかそれだった気がする。髪の長さの問題でマイカさんとも見てきました。 揉めたの粉雪なら言うこなゆきね山中湖おまべえ山中湖いつ来るのいつ来るのあ待っておまべさんおまべさん おまべさんわあれじゃんおま,おまべさん最近なんか急に来てくれたって思ってたのめっちゃ失礼あの違う違う違う,違う,違うあの嬉しいって思ってね何きっかけだろうってなめえってめっちゃ考えてたのあれじゃんツイートしてくれてた人だ先日のアイドル甲子園愛好で。 見た僕らはきっとすごくないかなナギーさんのパフォーマンスがあってツイートしてた人だあれめっちゃ嬉しかったの私おまべっておまべだったのね <laughs> 天才コメント見ながら髪型変えて天才じゃないよありがとうカズキウィスカトンねえ寒いとか言われた山中湖は例年大体のグループが一日2ステ、えージえ2ステージ出たいなじゃあワンチャン4ステージも夢じゃないってことですか 山中子そう山中子山中子さん全国に六十五人え本当に六十五人もいるの山中子運転するの気をつけてね山中子ってどこだっけ山梨だよねえビ、ー、アも乗せて <laughs> 三影宮司カタデジベル二百回目の訪問ありがとう会館もいっぱい遊びに来てねラブ フェイスラインめっちゃシュッとし、えぇ、ー、嘘めっちゃ嬉しいけどさ、なんか私のほんとあの写真とか見てたらほんと私丸顔だなって最近めっちゃ思うの。でも丸顔ってなんか愛着湧きやすいみたいな。<laughs> なんか,なんかい,い,いいのか分かんないけどらしい。だからいいやと思って。なんかね違う。なんかね私ね結構さ、 こう見るとさ、嫉妬してる。だけど、真正面で見ると、めっちゃ丸いの。が、本当さ。アーシャーとか、本当に盛れない。真正面、正面写真とか。アーシャー、まあ、アーシャーちょっと角度ついてるのもあるけどさ。だいたい真正面じゃん。いや本当顔がさ。丸っ。って感じで。 え本当に嫌なんだよね。どうしたらさあ丸顔じゃなくせる？で多分骨格の問題なんよこれ。アメリカのレース見るのこの後オシャーだね。オシャー。ひえちゃんこんばんは可愛い,いありがとう。ねお風呂ダイエットっていうね一緒にお風呂入たい。無理です。だるまありがとうあイアイ。ちょ宮田だるまいやルフィみたいに伸びてみせるか太ってるのかしてるのかわかんない。だいぶ痩せてるのね。 んルフィみたいに伸び縮みするの宮って <laughs> 面白すぎでしょドーナツは <laughs> えゼロだからゼロカロリーもう満タイもう満タ私が最近食べたいのはビックリドンキーのハンバーグといちごミルクですね楽しもうそれだったんだよあリオちゃんから聞いたそれ私覚えてなくて くにちゃんかわいいありがとうちゅっかい動画ありがとうだよいつも。あいあいライフハートありがとうちゅっりくんこんばんはマザラメこんばんは。え怪獣出てくんのりゃん you! h e l l o My name is ミヤナキリ Nice to meet you! I'm hungry.I. うーん、なんて言うんだろう。これが食べたいですってなんて言うの ?I want to eat sushi。さっきと言ういうこと違うってね。ビッグイドンキーのハンバーグとか英語でなんて言うかわかんないから。2番目に食べたい寿司って答えた。カネコンちゃん、ミュージカルンあ車で行くのそっか、みんな車で来てくれんだね。えー みんな気をつけてね本当に車危ないからねさっきツイッターでなんかさ車のさなんか事故みたいな回ってきて怖かったみんないなくなっちゃえだからね私の車乗せてあげるえ人形置いてるのいや置いてそう絶対可愛いやん乗りたい 顔の輪郭好き嬉しいでも私左右で本当顔違うんだよねジーこんばんはカムカマおばあです辻さん <laughs> ハート十個 <laughs> ありがとうございますなんかじわってしまう本当にいつも配信来てくださって 感謝感謝です感謝 <laughs> またお世話になりますかばかばじい顔ちっちゃくないのよどうしたらさこ,ここを削って三角あのさこうなってる人めっちゃ羨ましい私は本当丸なんよようかお休み 宮田に煽られて航空会社のサイト行ったらセールやってたもうねそれはね彼愛いの「来ましょ」ってことだよおいでおいで絶対楽しいから来た方がいいと思うよいやこんにちはこんにちはあああだやばい東京サマーセッションやるのかなめっちゃ難しいんだよね ムがさ私が下だから「やあこんにちはこんにちはあああ」と「ああ」「ねえ調子どう普通かなう」え絶対歌えないけど楽しみ久しぶりすぎて。 花火大会が来週あるんだってねああいう人が多いの俺は苦手なんだよなわかったそれじゃ誰か他を当たってみかやっぱ楽しそうだな結構行きたいかも喉乾いたなこれ飲めば これっていわゆる関節キスでも「東京サマーセッションさ」さ覚えてる人いるかわかんないけど見てて楽しくないなんかそのハニーワークスさんの,そのカップルのあれだからパートがあの男の子のパートと女の子のパートがあってそうかれ合いも10人だから22でカップルで割と踊ってんだけど見てて楽しいそうわかんない私観客側になったことないからわかんないけどよしおちゃんバラン <パ>ラ <laughs> ありがとうよしこんばんはやしかったんパフォーマンスめちゃくちゃ良くてずっと目で追っちゃいましたえそうなんか久しぶりそうなんかなんだっけなんかパフォなんだっけパフォーマンス見て追いたくなったの久しぶりみたいなえなんかそんな感じのツイートしてなかった確かえめっちゃ嬉しくてさもう本当に嬉しかった <laughs> 嬉しい なんかさありがたいことにあの対バンとかでさそそののなんかそのたまに「そのナキーさん可愛かった」とかのツイートあるのめっちゃ嬉しいそれを文字でめっちゃもう,もう本当にもうわーってぐらい嬉しいんだけどパフォーマンスをあんまりさ褒められるツイートあんまないからさそうだからめっちゃ嬉しかったんです。 だからね、今、分かってよかった。そうだ、ツイートね、そうめっちゃ嬉しくてめっちゃ覚えてる。いなくなる。そう、ダメだよ。山中湖は行き直通バス。帰りはバスと電車。いいね。山梨県ってどこ遠い東京から。ワンチャン高速うとうとできるけど、一般道はダメ。え、高速うとうとできるの高速道路こそ怖くないわかんない。どうなんだろう。高速そっか。あれか。 あのー？一本道だからってこと？なきんさん夜ご飯食べたよ。山中湖往復バスあ往復バスあるんだ。いいね。みゆちゃんかわいい。ゆずちゃんありがとう。あ、東京の隣なのえびっくり。へそうなの？待って東京の東京付近って何ある？千葉はわかるの？千葉と神奈川しかわかんなかった。 私ほんと日本図は覚えてないからさ大阪の場所すらわかんないし <laughs> ノースフォックスファイヤー。いしゅうみんちゃん魔法のランプありがとうジーニー召喚ブンブンンンンンありがとう今ねジーニーが来てくれるなら 私はびっくりドンキーのハンバーグ4 5 0ムを持ってきてって頼むわ白玉担々麺かわいいありが白玉白玉トグマちゃん10カラーヤッホーもうできるえハモリむずいよねとかリオちゃんとかさ結構ハモリやってるからさいや本当にすごいなって思うのう東京サーバーセッションなのああだけでも難しくてさ <laughs> そうと石せきちゃんお花を ありがとうちゅありがとう !450 も普段食べないよでも夢なの食べたいなんかさカロリーを気にして食べれないだってさ150でもさそう 150g でもさ、まあ、1000はいかないけどって感じじゃんいやでもチーズフォンデュみたいなやつやったら1000いくのか1個でだよ だからさなんか450とかさ300とか食べたいけどさなんかカロリーが濃くて手出せないよしくん完熟ヴァンパイヤ小葉純ヤッホーさまざし受けなさそうあらーあれなんだよねなんだっけイコノイジョイとかぶってるみたいなのを見た私日程知らなく知らない知ってたんだけどかぶってると思わなかった悲しい 取れななないいい方多いんじゃないかかと思ってだからそうまたお話しようえー、ねたかちゃん嬉しい山梨だもんねセンサーキープバレたら捕まるセンサーキープ何それ私ほんと車の知識ないんだよねゆいゆんやしかたん可わいい十きちゃんハット100個ありがとうハット100個 ありがとう戸籍ちゃん。ありがとう関大阪の場所わからんの奈良に住んでるじゃんかうわ違うよ奈良県の場所すらわかんないよでも私昔ちっちゃい頃からさお風呂に貼ってたの日本地図となんか「九九」「一一一一一一一は一」だったっけ忘れた「一二のがニみたいなやつ。 おククククククって言うんだっけあ,れあの貼ってたのでお風呂でめっちゃ見てたのに昔からしかもそのポスターみたいなやつめっちゃ好きでさガチでめっちゃ見てたのにさ日本地図もう全然覚えてないそう全く生かしてそうククも,もう全然分かんないしあの「ひひちひち,ひちの段が超苦手だった。

え、もう7の段がさめっちゃむずくない全部言えるかな ?81 が8821683248425え絶対違うじゃん8428ん芝32あっ8430ん ?843285408642 ん絶対違うじゃん8 6 6 8 6 8は8 8ん ん6 8, 6, 8, 6, 4, 4, 8, 8, 6 8 8 8 6 4 8 8 8 7 5 6 8八五5 6うん合ってるは8八九6 4三う6 3 8六十4って言って8六十三っておかしいよねえ8くくく8九っていう感じであの <laughs>。 相ばくく言えないもう一回はるかくく言えないわ絶望の1秒前星はかすかに光漆黒の闇が降るよ <laughs> 僕が見つけた夢は一体の赤星の中 や大阪は山梨の隣だよ <laughs> それは嘘じゃんもう絶対わかるよそれは嘘ってことはわかるよ <laughs> おもろすぎるもう丸見えの嘘だねそう嘘はとびきりの間大阪は東大阪から東は未知の世界ですいやそうだよねなんか自分付近じゃない。 わかんないよね自分付近もわかんないけどね富士山の近くなのは覚えてるえ東京から富士山そんな近いっけでもえ富士山って静岡じゃなかった ?450g 食べるのすごいそう食べたいんだよね願望結構こんばんはねハモリできるのすごいタカちゃんワイも坂の曲熱唱してる歌声で沼に。 よし。450、そう、食べたいのよ。え、絶対ボリュームやばいよね。パパが450食べてた。リュマルミスカパンスキッピーバージョン、え、えって何松屋おやすみ、シャドウ万力ライフハート、ありがとうチュねえ、何この名前なぎりみや。<laughs> めっちゃいいじゃん、それ。使おう。なぎりみやですって。レインボースタン、ありがとうチュなんか、 アバターもさ髪の毛白いからさあのうなぎに合わせてんのかと思ったら全然違うかったリョマルバランありがとうリョマールリョマ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 ル次の日が大阪で自分のバンドライブがあっ言,言ってたねあ言ってないそれは違うやつだえー 大阪か頑張ってねそりゃ頑張らねえいと可憐なやばすぎるそれは最高夏田みやし塚たん、そう全く活かしてないもう12時届けむずいその1くくって言うんだっけえ七七分わんないね七と七どっち えわかる私の言いたいことしさしのしちかはひのひちどっちひちいちがひちしちいちがしちどっちだろうもうなんもわかんねえやくく苦手やけどはしの設計するえすごっできるのしちいさしねえひちって思ってた <laughs> え今ひちいちがひち って言ってたよあれ「七」ってちゃんと言ってたもうわかんない私自分がわかんない七五三十五 <laughs> あ七五三十五七五三十五捨て身でネタをネタ提供するのお風呂に貼ろうかなやっぱアホやったって思ってるちょっとこらこらくく言えないミやかわいいかわ ねなんか最近「かわちい顔じゃないコメントしてたよね TikTok で <laughs> 今年は食べれも小学4年生嫌です今年はいやあの徐々にがいいな今年のタンプレーは <laughs> カレあみたいに丸暗記64に8足すと 70?70 70かん違う72だ疲れだよそうそう 今日はリハで疲れたからだよきっと8 6 2 0 3 0 4 0えすごいねそれ言えるのくく言えないのマジ頑張れそうやばい私本当にやばい悪い子がいるそうミヤよりね下の子がいるから学力テストした結果ファイナルのプレゼントでダメ大阪わかるんだけど滋賀と奈良はお互い隣り合ってるのかよくわかんないかな滋賀と奈良滋賀ってどこ奈良は大阪の隣でしょ ヒデミヨシカパンシシャゴさ全部合ってるよねマッチ愛しみ大阪はヤンキーばっかりいやでもマジでそうギャルとかばっかりだよねだか東京来てギャル少なくてさむしろギャル見かけたら珍しいってこと珍しいって思う自分にさこういうい東京味を感じた虎白こんばんはあやたんほやからあやたんじゃあ今度言ってよクク パーク去年みたいな天候がいいねえねえあの芝生めっちゃ覚えてる芝生最高だったみんな座ってて可愛かった芝生にシュンワタヤングータマヤッホーえなんか分かんないけどねかぶってるってツイートを見た気がするタカユ三300回目の訪問ありがとう会館もいっぱい遊びに来てねブラボーや田ってディズニーランドが千葉にある,あると思ってるえ千葉でしょ静岡と山梨か 山梨もじゃあ東京近いんだね大阪は琵琶湖の近くなのちゃんとしてるんだよえっみやもそれは知ってるだって琵琶湖行ったことあるからなぜならね富士山の裏だ思ってるあそうなんだ鴨志田とととさんこんばんははじめましてかれんないリーのなきに見合っていますハニーワークさんサンドプロデュースの 一人組のアイドルグループです。ありがとう。あ、フォローもしてくれた。とっとっと。ありがとう。もうめっちゃスピンだけど。ありがとう。あ、地方によって違うんだ。眠いぞ。こんばんは。ねえ、私も眠い。七一七。絶対言ってないでしょ。<laughs> そんな記憶ないわ。 仕事しだしてから七っていうえ七って言うんだ七一が七ってことえそうなんやえ大阪の言い方なのひちって知らんかったミハルンとクク対決いやミハルン絶対言えないよそう疲れてなかったそうかしこねえ牛柄のスマホケース見やすかったバブったんだよねそう私さ昔牛柄のスマホケース使ってたのなんでだろうね なんで牛柄なんて使ってたんだ当時は可愛いと思ってたの。いや今でも可愛いと思うんだけどなんか違うってなる今は。え、キツネのゴンおやすみえ、キツネのゴンっていつもいるキツネのゴンかな違うキツネのゴン。全く同じ名前すごい。こんばんは嬉しい。なきりみやと申します。大阪府出身の20歳です。 えー、牧タロこんばんはあ牧太郎ロなぎまるちばなちゃん私がご飯行ったメンバーだなぎまるちばなちゃんなぎちゃんちばなちゃん焼肉行ったんだ昔ねたらこおやすみはじめましてはめましてなんか知ってるなんかさめっちゃツイート流れてくんだよねなぎちゃんのいいねで。 だから、知ってるわ、マキタロさん。<laughs> めっちゃなぎちゃんのいいねで待ってくる。みなさんめっちゃかわいいえ、ありがとうそれインスタで、あ、本当ですかそう、結構前の話だけど。千葉なちゃん卒業する前だったから。大阪、え、ギャル多いよナンとか、ナンバとかすごいよ。多分、私の、 まあ古い記憶ですがえ学校もギャル多かったし多いんじゃないかなわたやんかわいいありがとうちゅ <coughs> ありがとうわたやんてぃさくこんばんは5月1回も会えてないいやほんとそうでもあの次は小バジってちゃんと言えるよいやもう思ってるから。<laughs> 真ん中こ2日間オメユー u ューブ社長えっしたいしか最近さ以上で会チャンネル上がってないよねベローチェ何ベローチェってさあで皆さん勉強道具欲しくないんです999か99本当に言ってるシンクタたミスカパンえびわ湖ぜひ行ってみてネッシーいるの私は見たことないネッシー見たい でそういうの見るのめっちゃ好きなの。未確認生物とか。UMA? んていうの ?UMA。なんか宇宙、宇宙、うんなんだっけ宇宙人がいたとかさ。カッパとかさ。ネッシーとかもそうだしあの。UFO とか。未確認生物みたいな。そういうの見るのめっちゃ好きなの私。めっちゃ好きでさ、よく調べちゃう。UFO とか。宇宙人、本当に存在するのかとかさ。 それはもう好きになるしかないですよ本当にそれは好きになるしかないですよどこかでライブええー、来てほしいえー、来てほしい6月3日来てよ来ない来週ってか日付変わって今週の土曜なんだけど品川スてラボルえ本当に来てほしい本当に来ないあの同じハニーワークスさんサンドプロデューサーの。 高猫さんもゲスト出演されてホントハニ,ハニーワッークスさんパー祭りって感じなのでハニ,ハニーワッークスサンドプロデュースのアイドルをね見れるのでぜひこう来ませんか絶対いいもの見れると思いますよてか見せますコンビゼリーコンビゼリーって何コーヒーゼリーかな コーヒーヒ私ね好き苦手なんだよね分かんないけど好きじゃないかも琵琶湖に反応しました大阪にはヤンキーよりギャルえそうギャルめっちゃ多いよね私も大阪府出身なんですよこの喋り方なんですけどあお仕事あらまあイベントはねいっぱいあるのでスキーノさんともよくかぶってる山中湖とかかぶってるんじゃないですかもうずっと後になっちゃうけどなんかい えっと一日目だあれいつだったか忘れたけどかぶってだけがする。おしがバカでつ、ちょっと学校でえねえ学校質だよね。キリと宮司カタン。クク対月やだ。牛肉美味しい。十七は十七だし七十は七十。えーでも昔ねみは七十って言ってたらママにダメって指示って言いなさいって言われた。 アホみたいだよとか言われてさアホじゃないよって言ってたこ焼きに塩かけて食べるあ塩も美味しいけどみやがいっちゃうあねみやはねぎポンかソースマヨがいいなハローみやちゃんパクパクストン Thank you ハローえー、グッドイブニングッドイブニングめっちゃ仲良くてそう ナゲちゃん、まあライブ一緒することある、ご一緒することあるんですけど、最近はねちょっとお話というか、そう本当すれ違ってあーなぎちゃんあーバイバイぐらいしかできてないんだけど。神奈月花束、ありがとう。愛を込めて花束、ありがとう。チュウ。おげさだけど。千葉奈ちゃんの写真撮ってたのも見ました。 同い年なのほんとだ0人って書いてるえー、びっくり一緒じゃん、えー、ちょっとまたお話ししよう私チェキは取ってないんですけど得点会はあるのでほんとだびっくりそうジワラちゃんの卒業公演も見させていただいたんですよそれがすきいろさんのライブをめちゃんと見たのが初めてだったんですけどほんとに楽曲が好きすぎてやばいほんとに 君は六等星とかめっちゃ好きだけど夏なんて嫌いでもめっちゃ好きだしアンサーもめっちゃ好きめっちゃ好きえ、曲好きすぎてさやばい僕は君のことが好きです何よりも大事で羽鳥お疲れ様です 覚えてたらちゃんとし覚えてるってば <laughs> お化け嫌い <laughs> お化けは嫌いでーすブラックバスおそうパパが釣り好きやからさなんか美容湖連れて行かれたことあるそういいよねロマンそうそうそう「つもたん」「みやすかたん」ね可かわいいよねゆりぴ 普段青森。あ、青森なんだ。枯れ合いはね、小田切菜々沙ちゃんが青森県出身でね。鉛が可愛いですよ。15日だ。6月3日。おーいいね。ママ正しい。そう、大阪なの。一緒だね。大阪。たこ焼き欲しいよね。あがたこま、グエっていうのかわいい。えグエとか言った <laughs> ジナちゃんの卒業、えー、ねー私もそう行かせていただいたんですよ。ね曲めっちゃ好きあのデビュー曲僕らの,あのな,んなんて読むかわかんないんだけど漢字が。とかめっちゃ好きほ本当にすきいろさんの曲が好きすぎるあと私ね初めての初めての。初めての 好き色、ゆいろ2回出させていただいて2回目が千原ちゃんが最後の好き色で1回目が12月とかのやつにそうあのパレパレさんと3グループでそう出させていただいた時にその MC 自己紹介とともに好きな曲を言うみたいな感じでその時に「衝動」って言ったんですけどえ本当にめっちゃ好き衝動。 タバコのセブンスター7スターではないセブンみヤちゃんがだけ夏聞いたら海行きたいってなって海行きたって聞いたよ次てな友達って言ったええー、嬉しいそんなこと言ってくれてたの嬉しいねえ知花ちゃんに次会うね予定ないんだよねなぎ推しなのでおそうなんだなぎちゃんはねリエ推しだよ 懐かしい。品川で見えた出待ちして膝かくん。ええ,え、もうできんできん。<laughs> そんなことしたらできんですよ。あ、わだちって読むんだ。みやこ。パープルー。パープループループル,ープルー。年末。そう、生中二百回目の方も。ありがとう。会館もいっぱい遊びに来てね。ボこんばんは。そう、二百回。うん?。セッターって何?。 では、終わろうと思いますありがとう長くこんなすっぴんでごめんねうーんと

なんかもう薄目開いてんだけどなんかわかるあのフワッとしてるというかなのでお風呂もね入ったしもう観光もピュって取ってもう寝るだけなので寝まちゅ今日はね寝てないの最近そう家帰って夕方っていうか夜にまず寝ちゃって十 1>, 1時過ぎとかに起きて配信してまた夜寝れないっていう生活をしてたんだけど今日は夜寝るためにもう頑張って起きてたのもう帰ってきた瞬間お風呂入ってってやってそうだからね今日は絶対寝れる嬉しいめっちゃいい曲だよねおつみやありがとう話楽しかったかわいかったありがとう本当に優しいずっと見てくれてたの嬉しいスピンも可愛いよ ありがとう。配ありがとう。こちらこそ。少しだけだけ話してよかった。今上がったんお風呂お風呂かな無音なおなお。まー、あ、ちゃん。まー、あ、ちゃん。ゆっくり休んでありがとう。おやすみ。セッターセブンスター。セッターって言うんだ。てかセブンスターって何カップスター。 がが思いい出ささされれたたた今かかだっっ癒好きあありととう <laughs> 嬉しし以外に愛もっとあるでしょ <laughs> しかもむしろひざかっくんであのあのあれなんだけどあの愛伝わんないんだけど。<laughs> むしろこの人私のこと嫌いなのかってなるよ。発信楽しかったお疲れ様おお休みありがとう。千葉ゆう薄毛見やすかった。<laughs> マジおもろい。千葉ゆう薄毛っていうイントネスンやばくないしっかり寝るんやでありがとう。浩平こんばんは。もうう終わりりなのおやあがとうまたねあありりががととうまたねありがとうね眠そうみんなも絶対眠いでしょやめてって怒られたい人生でした <laughs>。 いやもう怒るよやめてってで本当にね嫌な時の本当に嫌な顔するから嫌な顔しないけどねもうやめてよっていうあのふざけてるように見えてガチで嫌な時のやめてもうやめてっていう <laughs> そうまああのねこんな関東に染まっちゃってるけど喋り方が。 では大阪人なので「もうやめて」って言うの「やめて」って「やめて」じゃなくて「もうやめて」って言うの弟とかにめっちゃ言ってた「もうやめて」ってもううざいって言って弟にね「弟だよ」「友達」とかには言わないよ弟ね弟にもう「やめて!」ってもうほんまにやめてって怒るでとか言ってめっちゃ弟にだけ超当たりっちょうからさ「マジでやめて」って。 お前とか言って <laughs> 弟だけね弟限定だから私はね人にあんまり怒らないのでなんか怒ら怒らないっていうか全然なんか怒,怒らない怒りなんか怒んないんだよねで弟はもうって、うん、そんなことしないけどな 楽ししかったです本当嬉しいまた見てツイートしてほしいなネギーさんのパフォーよかったって <laughs> おやすみまたね牛田おねむおやすみやったんバオアカンお疲れ様もっと配信もっと配信こようだって十分来てるけどねじゃあ来てねこれからじゃあ毎枠 <laughs> 音出せるあー、まあ、ちゃんね会いたいよみやちゃんももうすぐ会えるよね配信お疲れ様でしたみやしかカたんって書いてる嬉しいくんたっぴいイエュシュンあタバコなんだタバコは私わかんないなたん寝会えないおまじない嫌だなゆうさんが100の訪問ありがとう空間もいっぱい遊びに来てねどう あ寝てねありがとうまたねおやすみファイナル楽しみみヤやもいいベビーのおすみまたねありがとう今週も頑張って品川待ってるねひろのヤッホー買いすぎるさっきみやの投稿漁あさってたら会いたくなりすぎて泣けたえーかわいいみやも会いたいみやもマジでみんなにね急にね会いたいって思うことがあるんですよ本当に買いすぎる 剣道部みたいに「見当たん」って叫ぶはえ <laughs> どういうことそうそんな言い方じゃやめてくれないさやめてっておんぶさせられて足プルプル足プルプルしたいってば、まあ、セブンに巻く違うセブン入れに巻くのねユニバそう弟お前あのガチで怒った時だけ弟に対してね人にお前なんて言わない私は 言わないんだけどもう弟はもう本当にねもう私をイラつかせる天才なのも,うもうちょっかいばっかかけてくれてたかもうほんまにうるさいっつってもうやめてっつてってもめちゃめちゃもう怒るっていうか怒ってないけどもわわって騒ぎ散らかすまあもう全然喋ってないんだけどね諸君ヤッホん運転会で言わないよ <laughs> 宮は元気笑うけど眠いミヤタによしは笑うあった眠いあく眠いっていうさ字を見ると眠くならん、うん、スライディングダメずいなん流れ星ありがとうちゅありがとう一番帽子のまれ変わり下が楽しみだねうん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 。 姉ちゃん可愛くてドキドキしちゃうか <laughs> わいお姉ちゃんにちょっかいかでもそれはめちゃ昔の話ね本当に小学校の時とかだからもう全然話さなくなったよ弟と吉野家を牛屋って言,言わないよ <laughs> ケンタッキーハートありがとうちお姉ちゃん大好きじゃないよもう弟もお兄ちゃんもね私に興味関心がないの。 お兄ちゃんなんて、この前大阪帰ったとき、めっちゃ普通に家にいたのに一回も喋ってないから。やばくない本当に私に興味ないの。<laughs> もう怖いぐらい興味なくてびっくりするよね。ということで、じゃあ初見さん、はじめまして。カレンナイボリーのなきみやといます。大阪府出身の20歳です。よろしければ、毎日配信してるので、ショールームとツイッターにした TikTok の SNS も毎日投稿してるので、よろしければ、 えっと、そちらもフォローしてくれると嬉しいです。あと、6月3日、今週の、えー、と土曜日に私たちのツアーファイナルが品川シェラボールにてあります、えー。同じくハニーワークさん、サンドプロデュースの高根野なでしこさんもゲストでつつ出演されます。えっ、ー、と、本当に <coughs> いろいろ盛りだくさんでも絶対に来てほしいので、配信とかもないですし、この先どこかにアップされるとかも分かんない、されないかもしれないし。 なんか現地でしか感じられないものとかもあると思うので来れる方は是非本当に来てほしいと思います思います思っておりますので待ってますでは終わりますねありがとうおやすみおんぶはそうしてくれた <laughs> 割とノリノリで会うことしてくれるの <laughs> じゃあねありがとうございましたバイバーイ まったねー。